朝廷もは、中華民国空軍の軍人。字は、将校。三の関川村出身。本籍は即住区。1925年1月、候補軍艦学校第3期不評加入学。同期に後空軍副司令となる、もう国発。在学中は、第二次統制作戦に参加した。1926年12月、関東航空学校第二期卒業。 半年後、ソ連のボリソグレプスクの第2航空学校に留学。1929年6月、中央陸軍軍艦学校航空班飛行教官。1930年1月20日、軍西部航空第2隊隊長。中原大戦に参加し、戦後は災難に駐留した。1932年7月16日、軍西部航空第6隊隊長。 1933年7月18日、軍西部航空第4大退場。1935年9月7日、空軍中港。1936年10月、空軍第2大退場。1937年7月、天津市大使機関。しかし、日本軍の攻撃を抑えることはできず、7月30日に天津は占領される。8月5日、 上海警備のため信用。続いて、広則への移住を命じられる。8月14日、副隊長の孫桐岡主導で、上海の日本軍陣地への爆撃が行われるが、疎開内の民間人を多数巻き添えにする失態を犯した。1937年11月、空軍前的葬式部と驚き作指令。南京保衛戦に参加。 翌年3月の全敵指揮部解体以降はソ連空軍志団隊との連絡業務や参謀職についていたと思われるが実質的に左遷であったようで4月29日の観光機応空戦時点では自身より後に第一大隊長になった経費にすら反論できない立場であった1938年5月空軍第一措置司令官 助州改正や武漢改戦などの空戦に参加。1940年12月5日、空軍上校1941年4月、空軍総指揮部参謀長。1943年2月、航空委員会主席参事。同年9月8日、空軍第一措置司令。11月5日、競輪にて成立した、中尾空軍混合団中砲司令。 1945年9月9日、南京の中央軍艦学校大雷道にて行われた中国戦区における日本の幸福調印式に空軍代表として参加。9月14日、台北松山飛行場に赴き、台湾における機材接収業務の準備を行う。南京に帰還後は、北平空軍式書士機関県空軍第一祖司司令官。 1946年9月、第一軍区司令官。東北総飛総司令部空軍指揮部指揮官などになり、東北部の戦闘に参加。1948年3月1日、空軍総司令部市2室主席指揮官。1948年9月22日、空軍少将。1949年、台湾に退避後は、空軍総司令部参謀長、顧問。 中華民国総統府戦略顧問などを務めた。1953年10月、空軍中将となり、同年12月に退役。軍を退役後はアメリカに移住。1973年5月5日、台北で美容し、台北検診店壁ヘの空軍工房に埋葬された。当時志願隊の政治委員であったアンドレイ・リトフ。大体政治委員は、改装録、御用の騎士で、 河北出身で第二航空学校を卒業し、ロシア語が話せる、ちゃんたいさなる人物が、共同作戦を行うため志願隊に出向してきたと、述べており、朝廷、もうのことと思われる。東洋人では珍しく長身かつスマートな体格と、され、国際第14大隊のパイロットと交渉するなど、志願隊のサポートに全力を尽くす反面、夜間着陸では、リトフにしがみついていたり、 麻薬のはびこるスラム街に行き通ったりトフに諦め気味な言葉を返すなど親切だがどこか小役人的なコメディリーフ的人物として描かれている。ありがとうございます。